あの月のない夜、気がつくと私は霧の立ち込める深い森の中を歩いていた。なぜ、どうしてこんなところに、確か家に向かって歩いていたはず。その時、目に入ってきたのがあのホテルの明かりだった。お泊まりでございますか？だいぶお疲れのご様子で、ただいまお部屋をご用意いたします。こちらでございます。お客様、ご案内いたしましょう。それにしてもお客様、このような夜更けにおいでくださるとは。道にでもお迷いになりましたかな、それとも人生にお迷い。冗談でございますよ。お客様、少しお休みになった方がよろしいかと。それではごゆっくり。こうして私は眠りにつき、そして夢を見た。断ち切ったろか、その思い断ち切ったろか。ん？アンさん、この世界の住人やないね。どっから迷い込んだんや。はよ元の世界に戻りや。何？戻る方法がわからんて？ほな、交渉か？わしは迷える魂の未練をバッサリ断ち切っとるもんなんやけどな。どうもあのホテルに魂がいくつか迷い込んどるみたいな。そら！そいつを探してくれはったら元の世界への道をあげたるやないかい。どや？そやな、アンさんには自由に動ける体を用意したるわ。ちょっと小さめの体やけど、かまへんな。魂見つけたらな、もう一度夢の中で会おうやないかい。ほな、頼んだり。すいたにゃ、いたずらはやめてほしいね。ね、もしかして君は昨日隣に来た人に、君に話があるね。だからロビーのカウンターにあるこの扉の鍵を取ってきてほしいにゃ。ロビーはこのまままっすぐ行って突き当たりを左にゃ。
お客様。
何をしていらっしゃるのでございますか。あの部屋の扉を開ける鍵？お客様、あの部屋にいるのはかつて我々を苦しめた一族の末裔。それはそれは危険な猫でございます。元はといえば大変毛並みの美しい猫でございました。それが忘れもしないあの嵐の夜、何者かが縫い付けたのでございます。彼の目を、口を、耳を。おお、なんというおぞましき出来事。それ以来誰かに見境なく襲いかかる始末、恐ろしい。私はこのホテルの管理人として鍵をお渡しするわけにはまいりません。さて、そろそろホテルの見回りにまいりますかな。お客様、隣の部屋にいる猫にはあまり関わり合いにならない方が身のためでございます。お客様、カウンターに立ち入るのはご遠慮くださいませ。
ゾンビって言うにゃ、君は僕のことが怖いにゃ。同情はやめてくれにゃ。このホテルの宿泊客たちが君を永遠にホテルの中に閉じ込めようと企んでいるにゃ。だから簡単には魂を取り返せない雰囲気にゃ。そこでにゃ、相手の弱点を知り尽くして魂を分取り返すにゃ。弱みは相手に気づかれないようにこっそり調べるのが一番にゃ。だから覗く練習をするにゃ。廊下に出て鍵穴から覗くにゃ。僕の部屋を覗いてみるにゃ。覗けたにゃ。それじゃあ今から僕の弱みを言うにゃ。僕の弱みは食べ物にゃ。僕の好きな食べ物のことを言うから、それが何なのかを答えるにゃ。お腹すいたにゃ。ずれにゃ。甘くて茶色くて溶けやすいお菓子、答えはチョコレートにゃ。当たりにゃ。君にこれをあげるにゃ。迷える魂ってこれのことにゃ。僕にはもう必要ないから君にあげるにゃ。
君が探している魂は全部で12個。このホテルの宿泊客が一つずつ持っているにゃ。ところで君はその魂をどうやって死神に渡すにゃ。ふんふん、夢の中で会おうって。それなら部屋のベッドで眠って死神に魂を渡すにゃ。ほな、頑張ってな。よく眠れたかに。君に話とは他でもない。君はキャサリンを知っているにゃ。さあ採血しましょう。ああ、たまんないわこの感覚。
キャサリンは嫌がる人に採血を強要するのが趣味にゃ。彼女はこの部屋の二つ隣104号室に泊まって、そこに誰かいるにゃ。ちゃったわ。あの子、魂を集めているのね。なんだか意地悪したくなっちゃったわ。やっぱり簡単には魂を取り返せない雰囲気に。僕が少しだけ魂を取り返すコツを教えてあげるね。ところにゴミを捨ておき、踏んで転んだりしたらどうするのだ。ほら、ジェームス、どこにいる。お前が散らかしたゴミを片付けるのはわしなのだぞ。諦めちゃダメにゃ。さあ、出口へ向かうにゃ。現実に帰りたいのなら、ここから早く逃げ出すにゃ。あの扉の向こうには、君の帰りたい世界があるにゃ。グレゴリー・ホラーショー、うん、ミルキー・カートゥーン。
サリンでございますか？キャサリンといえば、この間ジェームスの捨てたバナナの皮を踏んで、すってんと転んでおりました。お客様、バナナの皮で転んだ時は、大事なものをポロリと落としてしまわぬよう、お気をつけて。やれやれ。お客様、you
て。すいたにゃ。キャサリンは今頃怒ってるにゃ。顔を合わせたらきっと採血にゃ。ない、ないわ、魂がないわ。あの子が取ったのね。許さないわよ。どうすればいいかって、簡単にゃ、逃げるが勝ちにゃ。最後にもう一つ大事な話があるにゃ。この世界は思いの強さが全て。そう、精神力がものを言うにゃ。精神の光、メンタルゲージがなくなってしまったら、君はここから永遠に出られなくなるにゃ。一番嫌なことを最後に言ったって、それは悪かったにゃ。
メンタルゲージは君の精神力にゃ。魂を持っている間は共鳴して一時的に強化されるにゃ。だからタイミングをよく考えて死神に魂を渡すにゃ。そして意識が朦朧としてきたらハーブ系のアイテムで回復するにゃ。さらに読書で心を安らげメンタルゲージを増強するにゃ。なんでこんなことを教えるのかって、君のことが心配なだけにゃ。さあ明日は審判小僧の持っている魂を取り返すにゃ。君は審判小僧を知っているかにゃ。の名前を知ってるかい。ジャッジメント。審判小僧は悩める者に最後の審判を下すためホテルを徘徊しているにゃ。さあ今日はよく頑張ったから部屋に戻ってゆっくり休むにゃ。そして明日に備えるにゃ。断ち切ったろか、その思い断ち切ったろか。ほな、頑張ってな。さて、お客様をお迎えする準備をしますかな。
ジャッジメント。おや？ここで諦めちゃダメにゃ。
これはこれはお客様、何かご用でございま。お客様、そのスケベボンを一体どこで。なんとキャサリンの部屋で見つけたと。お客様、そのような由々しき本は没収いたします。素直な方は長生きいたしますよ。お客様にはこのような下品な書物よりもより格調高き本がふさわしいかと。そのような本をお求めでしたら、一階の書庫へ行かれてみてはいかがですかな。お客様、
君は人生悩み相談の本を持ってるね。よろしい。君が立ち向かうべき未来への挑戦をジャッジするとしよう。君はふとしたことから冥界のホテルに迷い込んでしまった好青年。現実に戻る方法はただ一つ、迷える魂を集めること。しかしホテルの中は危険がいっぱい。進むことも戻ることもできない。さあ、君ならどうする？よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。金と愛情はかりにかけりゃ、君の心もゆらゆらちーん。ジャッジメント。はい、かっくん。君は結局自分にはできないと思い込み、魂を集めることを諦めました。そしてそのままホテルの中で暮らし続け、グレゴリーハウスの立派な住人となりましたとさ。これが真実。はい、おしまい。ジャッジメント。君は人生悩み相談の本を持ってるね。よろしい。君が立ち向かうべき未来への挑戦をジャッジするとしよう。君はふとしたことから冥界のホテルに迷い込んでしまった好青年。現実に戻る方法はただ一つ、迷える魂を集めること。しかしホテルの中は危険がいっぱい。進むことも戻ることもできない。さあ、君ならどうする？よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。金と愛情はかりにかけりゃ、君の心もゆらゆらちーん。ジャッジメント。はい、かっくん。君は結局どんなに辛いことがあっても諦めることはありませんでした。そして自分で作った道を歩き続け、最後には元来た世界へと帰っていきましたとさ。これが真実。はい、おしまい。進むべき道を胸を張って歩いていく君に、僕から贈り物をしようじゃないか。セーブするゲロ。
僕の名前を知ってるかい？審判小僧と言うんだよ。ジャッジメント。さあ、どうする？よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。金と愛情はかりにかけりゃ、君の心もゆらゆらチーン。ジャッジメント。はい、かっくん。これが真実。はい、おしまい。ジャッジメント。さあ、どうする？よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。ジャッジメント。はい、かっくん。これが真実。はい、おしまい。ジャッジメント。さあ、どうする？よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。ジャッジメント。はい、かっくん。これが真実。はい、おしまい。ジャッジメント。さあ、どうする？よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。ジャッジメント。はい、かっくん。これが真実。はい、おしまい。ジャッジメント。さあ、どうする？よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。ジャッジメント。はい、かっくん。これが真実。はい、おしまい。
僕の名前を知ってるかい？審判小僧というんだよ。何やってんの？あら？何かしら。お客様、何をしていらっしゃるのでございますか。
お客様。どなたのことをお聞きになりたいですか？ございますか。遠慮深いお方で。Ha ha ha!
お客様。ひっひっひっ。さようでございますか。遠慮深いお方で。お客様。ひっさようでございますか。遠慮深いお方で。おや？さようでございますか。さようでございますか。遠慮も。何やってんの？お客様。さようでございますか。お客様。ございますか。お客様。ひっひっひ。さようでございますか。お客様。ひっひっひ。さようでございます。さようでございますか。お客様。さようでございますか。お客様。ございます。さようでございます。ふう、やれやれ。
ようでございます。さようでございます。やれやれ。さようでございますか。さようでございますか。でへへへへ。さようでございますか。グレゴリーショップへようこそ。
またお越しくださいませ。何やってんの？あなたらしい。Thank you.
すいたにゃ。セーブするゲロ。
ここは立ち入り禁止だよ。何やってんの？
あら？セーブするゲロ。
Thank you.
やれやれ。やれやれ。
セーブするゲロ。お客様、ひどい顔色でございます。ささ、お部屋へお戻りくださいませ。何やってんの？何かしら。やれやれ。やれ。
ジャッジメント。はあ。ゴリーショップへよ。お越しくださいませ。you
Thank you.
もう。
さて、
グレゴリーショップへ。またお越しくださいませ。何やってんの？ここは立ち入り禁止だよ。それ。お客様、何をしていらっしゃるのでございますか？
よ。おや？
腹すいたにゃ。おい、そこで何をしている。これはこれはお客様、お見苦しいものを申し訳ありません。こいつはすぐに連れて帰りますので、さあ部屋に戻るのだ。もう二度と出てくるんじゃないぞ。お腹すいたにゃ。
断ち切ったろか、その思い断ち切ったろか。魂を持っとるやつが来たようですぜ。ほな、頑張ってなー。